約束しただろう。お前を裏切るつもりはない。保証する。だといいけど。どうしたらいいか少し考えよう。このまま宇宙が終わるまで話し合っても決着がつかない気がするけど、私の考えは前に話した時から変わってない。命を全うしたいの。だからこう言って。死にたくないんだろう。ならお前は生きろ、ジョニー。でどうすりゃいい。橋を渡るだけでいい。お前は私の一部となり、 B は自らの体と人生を取り戻す。ジョニー。よせよ、湿っぽいのは苦手だ。しかし俺も焼きが回ってな。ありがとうジョニー。おはようございます。ゆっくりお休みになれましたか。ええ。新着メッセージはありません。本日はアフターライフにて一件のお約束がございます。帝国に車両が到着するようデラマンを手配済みです。カレンダーを確認したところ、今月は他にご予定がございません。何か提案いたしましょうか。大丈夫、それでいいの。承知いたしました。良い一日を。
ようボス。奴はもう来てる。まだだが遅れはしないだろう。部下がさっきここをスキャンしに来たんだぜ。奴の到着前に安全を確認したいんだろうよ。バレバレだっての。機材の方は？武器は準備万端、他も問題ない。いつでも実行できる。わかった、すぐに着く。おはようございます。おはよう。ご出発されますか？少し待ってもらっていい？はい、B 様。アフターライフへ向かってくれる？はい、かしこまりました。これはお疲れのようですね。昨晩大変なことでも？このところ大変でね。成功者の苦悩というものでしょうか。 B 様は全てを手に入れ、この町の頂点に立つべき方であると自ら証明されたのでは。何かお役に立てることはございますか？正直言ってもう手遅れね。手の施しようがない。神輿襲撃を成功され、今やアフターライフの頂点に立つ B 様の潤沢な資産状況を鑑みれば、きっと何らかの解決策が。大丈夫よ、出る。そうおっしゃるなら。街の様子を教えて。荒坂は次々と苦難に見舞われています。組織の統制は崩れ、株価は暴落、信用は地に落ち、上げればキリがありません。荒坂の大ヒット事業となるはずだった魂の救済は絶望的となりました。リソースが全て失われてしまったのですから。金持ちに不死を約束して売り込んでおいて、記憶痕跡と知識を集めてたんだものね。さらなる支配と権力のために。ストリートは？B 様が大きな仕事に取り掛かろうとしているとの噂が広まっております。そのバックには大物がいるとも。しかしその程度です。荒坂が事態の収拾に躍起になっている今、 B 様やアフターライフは安全かと。当面の間は。ならよかった。一つよろしいですか？何？以前 J
頂点からナイトシティを見下ろせればそれでいいとおっしゃっていました。あんたって比喩も学習してるの？窓から落ちないように気をつけろとか言うんじゃないでしょうね。実に愉快な皮肉です。私がお伺いしたいのは目標を果たされた後のご予定です。あとは死ぬだけ。おっしゃる意味は分かりますが、どうにも想像がつきかねます。私でお力になれることがあればどうかお気軽におっしゃってください。誰にもどうにもできない。でもそれでいいの？十分すぎる。では B 様のご成功をお祈りしております。ねえ君。そう、そこの君だ。理想の暮らしを楽しんでるかい？その暮らしを全部変えられるとしたら、今の暮らしを地球に残してこの世に残された最後のフロンティアへと旅立ってみたくはないかい？7299番にキーワードスペースを送信すると抽選でクリスタルパレスの1週間ペア宿泊券をプレゼント。カジノプール最高級のボス。準備はできてる？完璧だ。いつもの席を確保してあるよ。 B、 何か飲む？いつもの。了解。みんながざわつき始めてる。隠すのもそろそろ限界よ。大丈夫、決行は今日だから。今日？何か問題？ううん、でもそういうことなら特別なのを飲んでもらわないと。ローグは大きな仕事の前に必ずテキーラのショットを飲んだのよ。シルバーハンドお気に入りのね。私が験担ぎって聞いたらなんて答えたと思う？思い出すためだってさ。ジョニーのことを考えると本当に大事なことも思い出せるからって。とにかくアフターライフの伝統よ。特製のカクテルを作るから誰に捧げるかを決めて。なら私のカクテルを作って乾杯してよ。ケーキ漬けにさ。アフターライフのメニューになれるのは死んだ人だけ。ルールは知ってるでしょ？私は一回死んでるの。は？そうなの？じゃあ何か作ってみる。幸運を祈ってるわ。B、 ついにこの時が来たな。アフターライフが築く新たな伝説に立ち会えるとは感無量だよ。期待は裏切らない。レディーファーストだ。状況は？ B、 みこしの剣はなかなか見事だったぞ。荒坂を KO し大金と力を手に入れた。だがそれだけじゃない。荒坂というシステムが麻痺したことでこちらにも有利な状況になった。おかげでできる限りの準備を進めることができたよ。それじゃあ作戦決行ね。荒坂から漏れた情報で裏が取れた。カジノは現在新しいセキュリティシステムの試験を行ってる。それと事前の情報通り今日一時的にシステムが停止される。あとはお前の働き次第だ。安心して、私以上の適任者はこの町に存在しない。そう聞いてるが、この目で確かめないことにはな。いいか B、 こんな大仕事は過去に例を見ない。私の周りの人間なら不可能と言うだろう。リスクが大きすぎるとな。実際燃え盛る太陽に向かって飛ぶようなものだ。
だから私を雇ったんでしょ。は、お前を雇ったのはわずかでも生き残る可能性があるならどんな手も尽くすだろうと踏んだからだ。仮にそれが死を早めることと隣り合わせの賭けになるとしてもな。明日のこの時間にはカジノの顧客データは全て手に入ってる。そっちの約束も忘れないで。私は約束を守る人間だ。健闘を祈るぞ。よし、配置に着いた。いいぞ、予定通りだ。こっちの番だな。よし、衛星を一時的に停止した。シグネチャークローキングを開始。いいな、チャンスは一度きりだ。二度目はない。言われなくても分かってる。一度始めたら後戻りはできない。救出は不可能。向こうに気づかれたら確実に死ぬ。上等よ。だが成功すれば想像もできないような未来が手に入る。手に入れることばかり考えるのはやめた。今の私に失うものはない。そう深刻になるな。まあここからあとは全てお前次第だ。通信終了。元気か？最近はめっきり顔を出さなくなったじゃないか。アフターライフの奴らにメジャーリーグ御用達のリパーでも紹介してもらったが、きっとケツからクロームを垂れ流すような奴なんだろうな。それでいいんだよ、B。人生を目いっぱい楽しめ。お前さんには誰よりもその権利がある。だが、今度近くまで来ることがあったら立ち寄ってくれ。たまには思い出話をしようじゃないか。ついでに新しいリパーがヤブじゃないか見てやるよ。じゃあまたな、ビー。
しもし、B？ しばらく連絡がなかったから、元気にしてるかなと思って。あなたはまだナイトシティで頑張ってる？私は全てを捨てて逃げ出すことばかり考えてるくせに、結局まだここにいる。バカみたいでしょ。アリ地獄と一緒ね。出ようともがくほど引きずり込まれる。膝まで埋まったら最後、もう抜け出せない。エヴリンみたいに。とにかく元気でね。気が向いたら連絡ちょうだい。じゃあ。もしもし、B？ 元気にしてる？バッドランズは今日もクーラーボックスが溶けるほどいい天気。日陰でもクソ暑いし、砂嵐も向かってきてる。あんたもいればよかったのに。冗談はさておき、こっちはうまくやってるよ。ソウルとはそれなりに仲良くしてるし、仲間は増え続ける一方で仕事は山積み。でも忙しい方がいいもんね。あんたがいなかったら、私はまだナイトシティでくすぶってた。私のためにしてくれたこと、全てに感謝してる。あんたのおかげで私は今ここにいるんだ。それじゃあ、また近いうちにね。ちゃんと連絡してよ。よー、B。ソウルだ。風の噂で聞いたぞ。ナイトシティで随分派手にやってるみたいだな。今後どうするつもりか知らないが、何か困ったことがあればいつでも俺たちを頼ってくれ。 B、 お前はもう家族、アルデカルドスの一員だ。そいつを忘れるな。じゃあ元気でやれよ、 B。 また会おう。おい、 B、 どうだ、聞こえてるか？くっ、これ僕ができてんのか。まあいい。でだな、お前いつになったらキャンプに来るんだ？みんな待ってるぞ。バーベキューでもしながら酒を飲もうぜ。ああ、レースすんのもありだな。それかラフェンシブに挨拶しに行くのも悪くねえな。つくづく思うよ、バッドランズにはお前みたいなやつが必要だ。今どこで何をしてるか知らねえが、気が向いたら来いよ。いつでも歓迎する。じゃあ元気でな。かつての侍は切腹の儀を執り行う前に自省録というものを残した。人生、そして死について最後の思いを込めた句だ。俺は先人の句をたくさん読んできた。中には美しいものもあったよ。だが俺は侍じゃない。簡単な言葉で別れを告げさせてもらう。地獄に落ちろ、クソ甘。B、 さっきあなたのことを思い出してタロットをやってみたの。あなた自身を前にしないときちんと占えないのは分かってる。でも随分会えてないし、私もいろいろあったから。で、何を引いたと思う？力、皇帝、世界よ。 B、 世界中があなたを知ることになる。まずはナイトシティのトップに立って。Had to pay the price.